こういう作品だからね、美術部さんも苦労が多いと思うし、本当にそこで芝居させてもらうということに感謝です。単純に映画を作るという以上のいい意味での緊張感みたいなものはありますね。そのメディアに映し出されてない吉田さんは実はどうだったのかっていうことを、忘れなければ生きていけないことと絶対に忘れてはいけないこと、その2つが生きていく上で大変大事なことだと思っています。福島50